質問です。絵の完成のタイミングについて引き側が分かりません。いつももうダメだギブアップと半分諦めで終了します。理由は主に顔などのバランスが気に入らないことです。見れば見るほど納得いかなくなります。それまでに根を詰めすぎて疲れ切っているので、この時に修正しても良くなる気もしません。この問題の解決方法はありますか？先生はどんなタイミングで完成していますか、ということなんですけど、分かるな。ただ多分なんですけど、作業中一段一段の作業中にああでもないこうでもないやってると思うんだけど、その書き方ね、完成度あんま上がんないからやめた方がいいですね。で、どういう書き方が完成度上がるのかっていうとこなんだけど、仕上げとかで加湿修正いくらでもしていいから、とりあえず着彩まで一通りさっさと終わらせるっていうのやってみてください。その方がね、絶対完成度上がる。もうこれは間違いない。なんでかっていうと、部分部分でああでもないこうでもやってたないっていうやってた部分って後になって結局直さなきゃいけないみたいになることめちゃくちゃ多いんだよ。だからそのステップステップですごい気合を入れて頑張っちゃうよりも、なんとなくもう落書きに近いような、まあそれが難しいっていうのはわかるよ、わかるんだけど、もうとにかく色塗りまで一通り終わらせると。その時に線画が汚いとか色塗りが雑いとか、そんなんどうでもいいです。で、気になるところを気になる順番にしっかり直すっていうのをやって、で最後に仕上げっていう形で終わらせるっていう風にやると、長距離のマラソンの最初から全力疾走してたら疲れちゃうじゃん。最初はある程度可能な範囲で流して、で最後の 100m ぐらいで全力疾走するという、力を入れるというかね、みたいなイメージでやった方が、まあ結果はついてくると思います。で、そのやり方で描けた絵が多分今のあなたの実力です。頑張ってみてください。